どうもこんばんは、ゆうです。パープラプリサクスやっていきます、今回全力学園高校でね、野手育成やるんですけど、天才の入部届がね4枚たまったので、ちょっと4日連続天才動画とか出したいなと思ってね、ちょっと今日からやります。はい、まあちょっと今招き猫ね47個ぐらい、6個か使ったんですけど、俺千丸1回しか引いてないんだけど、ははは、ちょっと俺の端末頼むで。しゃ、オッケー、4枚使います。まあその中でね、4回中何回千丸引けるかっすね。まあ1回も引けないかもしれないし、全部つくかもしれない。まあ1回つく、1回はついてほしい。はい、ということで使っていきます、天才の入部届け。今回ね、ユニフォームさから鎌狩野球バレホムシドレミ最近この5人で使っていきたいかなと思います。女の子キャラクター5人ですね。よろしい、くぜこのキャラクターで。まあ最後のところちょっと鎌狩に変えてね、はい、ヤギウちょっと今回入れてみたくて、はい、この前のガチャでプラス2まで持ってってね、であの後ちょっと追いガチャしたんですよ。で60年ぐらいね、でヤギウはプラス3まで持ってきました、 PSR。 はい、で角田、通常の角田と、神楽坂はね念願の45達成で、まあ、別バージョンはちょっと置いてます。はい、やっぱ通常の方が強いっていう声がめちゃめちゃ聞いててね。でまあ最近はね PSR 引けたのはめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、ただその後ね、まあ、SR ボタン1回も引けなくてね、はい、めっちゃ困ってます、解放に。なんでフレンドさんにね最近はお借りさせてもらって、これでいこう。よしよし、これでいこう、お願いします。低級筆打、ヤギウのね低級筆打は不確定なんですけど、いや頼むで、スイープも不確定。しゃ、初期値は何もない。はい、こんな感じです。初期値はこれでやっていこう。このデッキね、多分逆境ゲージ7回目マックス、めちゃめちゃ厳しいと思うんですけど、お、逆境こそナイス、ナイスだからこれ行きたいな。まあ、監督からね敵を飲んでも飲まれるな、あれ逆境ゲージ40上がるんで、あれはぜひとも欲しい言霊ですね。または序盤でゼフショーの選手をどんどん追っていくっていう形で、こんな感じでゼフショーを追う選手のところに、はい、行くっていう感じでやっていきたいですね。阿部ヒ盗塁、パワーヒはね野球からしかもらえなくて、広角はシドレミですね。阿部ヒは野球、シドレミ佐伯、おー、よっしゃー、オーケー。俺めちゃめちゃ前も千丸引いたのね、いけるぞ、ナイス、ありがとうコナミ、ありがとうコナミさん。2%、大丈夫大丈夫、ケアせへん、俺はケアせへん。いやー、恋愛の守り持ってきてないんでね、しっかりサガラの評価上げて。で、ヤギウのね前夜イベント2回目で手伝おうかでモテモテつくんで、そこは踏んでいきたいな。よし、あーここいいねんけどな、いや怪我する、やめとこう、こういうとこ俺マジチキンやから。千丸引いたね、一発目で引けた。よし、いやこれはいい選手マジ作りたい。まあここで評価上げてね、まあホームだと鎌狩って初期評価低いんですよ。まあ、どんどん練習練習してタック持っていけるようにしたいんですけど、やっぱ告白来るまでは下がら、告白許容範囲まではね下がらで、10月からは監督、まあこれが中心ですね。それ中心でやっていきたい。下がらいない、ゼフそこにいるけど、あっコモル、ラッキー。いやこれはぜひともいい選手を作りたい。 SS3 以上、恋人未満、これでやっていこう。メンタル、うん、ここも休んでいいかな。やる、最近ちょっとね僕マイクの調子が悪くて音が途切れたりするんですけど、大丈夫かな今日。まあもしねマイクが途切れてしまったらちょっと音消してやろうかなと思ってるんですけど、まず変えようかな、新しく。さあ10月1週目監督行こう。で下からは多分また告白来る範囲じゃないので、
評価上げていきたいですね。猛特訓成功させて評価上げたい。はい、監督ですね。おっと気がした、これは予想外。まあ1回目なんで、出足爆弾かかったけど、まあそうですね、パルスを取らせて治るんで大丈夫。あれは結構引けるんでね、敵を飲んでも飲まれるな、これを引きたいな。あーちょっとこれはタイミング一旦早かったね。さあ行きましょう。サカラいない、マジでサカラおらへんの。今どんぐらい評価、あと1回か、あと1回一緒に練習して帰ったらいける。問題点を笑い出す。やばい、相良と監督がおらへん。まあこういう時に、まあ、デートっすね、デートとかしたいですね。来た、 技の道噛んだけど、低めの打撃を教えてもらう。ぜひとも成功してほしいね。さあ経験点、天才あるある、経験点稼げない。やべえ、全然ほんまに、待て待て、ほんまにおらへん。さから全然来おへん。うん、こんな感じでいいかな。よし、監督行こう。技の道、これで、手伝おうかかな。手伝おうか選択でモテモテになる。さあ評価上げたいけど、練習にね来てもらわないと本当困るなこれ。さあここちょっとサガラ行きます。で一緒に帰ってくれたらいける。うん、猛特訓大丈夫、千丸引いたやつ聞いた、大丈夫。よしよしよし、結構これでかいからね、これはめちゃめちゃでかいから。どうしよう、いやータックじゃない、監督やっぽなんだけど、あーでもこっちやな、こっちでラッパ中なんで評価上げて、はい、体力回復して告白じゃない、間に合うか、残り3ターン。どうする、評価上げるか。大丈夫大丈夫大丈夫、まだまだセクニ、よかった、間に合わなかった、どうしようか思った。角田やったらね、まあ、間に合わなくても変化タック稼げるんですよ、稼げるから、まあクリスマス一緒に過ごせなくてもね、ちょっと練習で取り返せるからあれなんですけど、野手はねやっぱクリスマス一緒に過ごさないともったいないですね。いいアイテム、これいいアイテム。監督、これ使おう、全員なりきプラス2。あ、そうだ、俺体当たりとヘスラー潰してない、やばいやばい、ちょっと敏捷ポイント、これ敏捷ポイント、悩んだか敏捷ポイント、オッケーオッケー、それそれナイス、パルスを垂らせ、来たな。さあ2回目、これ成功するとエピローグでローボールヒットもらえますね。はい、これもらえないパターン、これは別にもらえなくても、はい、玉狩りいるんで、オッケーオッケー、爆弾直す、こっち来たよな、さすがに爆弾直して20、
で、これでタック行って、はい、逆ゲージ、2回目。2回目がちょっと遅いね、やっぱり。まあ、敵を飲んでも飲まれるな。これ3枚、4枚ぐらいもらったらね、いける。7回いける。諦めるな。諦めるな、俺。さあ、能力上げていこう。あ、いいね。ビーストポイントはちょっとね、残しときます。いや、安倍ひと置いとこう。安倍ひ置いて、ヘスラ隊あたり、ここら辺は潰しときたい。逆境も潰すか。いや、置いとこう。で、守備職人は取る。ラッキーボーイ。よし。打撃。うん。これ難しいね。ここはないな。いや、ここも正直にね、行かなくていいと思う。これね、もう監督行きます。ダブルタック以上やったら行ってるかな、打撃。シングルやったら監督かな。明鏡止水。恐怖の満塁男。満塁男かな。さあ行こう、大吉。まあ中吉以上。せーの、ゆげみ TV。 よっしゃ、ナイス、ナイス、来てるぞ。はい、これ監督いないんで、もこのままメンタル、メンタルはどんどん稼いでいきたいですね。下、下でメンタル。まあこうね、鎌狩りね、阿部ヒーローボリって流し打ち優秀やからね。で、こう降格は唯一しどれみからしかもらえないんですけど、やっぱ監督で。飲まれるな、飲まれるな、来ない、やめてな、やめてよ。よし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 、さて、まあこのやる気プラス2はね、いいアイテムですね。監督いないな。ということで、ここはデート1回目いきます。野牛からモテモテもらえるのやっぱ強いな、強みや。それはあれね、この定休必須だ。ほんと確定やったらもう俺満点って言ってもいいぐらいの強さだと思うんですけど。いや、これはごめんなさい、やりません。テレ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 テテ、はい、監督いきます。いやー、ダメでもともとよう引くね。来た、3回目行こう。敵技術だ、つけたい。ここパンパンパーン、パンパンパーン、おっしゃ、いけた、敵技術だ、ナイスナイス。まあ経験点そんな稼いでないんですけど、きっと苦しい。シングルタック、あー、ここはホムラかな。ムード持ってるけど潰したくない。ここら辺来たね、チャンス、内野安打らへん。いやー、ムードは潰したくないな。ちょっと精神ポイントはね、やっぱ温存しておきたいんですよ、ちょっとでも。ナイス、コツ5ですね。チャンス、手加減しないぞ。で、シドレミは味ですね、味で打開のコツ。監督評価どうかな、いけるかな。サガラね、虫歯これつかへんやん。でデートもカラデートないからさ、やっぱ強いな、これ超えへんな、彼女キャラクターで。まあ、カミナとかもね、あのパワーヒッターもらえるから強いんですけど、やっぱ上限はね、上限やっぱ強い。待てよ、どうするよこれ。あー、どう
やっても無理か。プラス3やろ。いやー、これは仕方ないな。これはもう逆境ゲージ上げて、はい、トリプルタックいこう。反撃強化いけるかな。危ねえ、俺乾燥してないよね。ノルカップとかよう見とかなか。はい、3回目 OK。 ちょっと遅かったけどね。臨床ポイント、いや、これここどうやろうね。こっち行くか。やっぱこっち行って内野安打片目打ち、そこらへん。おお、 OKOK、 ナイス、イブシゲン。さあ、ここタックでかいで。ここはドンドン。いや、難しいな。経験点的には多分ここが一番いいんやろな。ここででもパワーヒッターもらっときたいんよ。よし、パワーヒッター。じゃあパワーヒッターください。君可愛いから、本当に、本当めちゃめちゃ可愛いから。よし、ナイスナイス。ダメだ、ヤギューちゃんめっちゃええ子やん。マジっすか、不眠症。デート行きますか。何回目、2回目かな。二者択一、これ使って、はい、デート行ってちょっと能力上げます。いいんじゃない。やばい、指がされる、指がされる。10 75。まあ敏捷ポイントは残してね、これでいけるか。 OK。 7回目ね、多分きついと思うんですけど、いや、諦めずにやってね、はい、もし無理やったらまあ仕方ないっていう形で。やっぱ野手は難しいから。食べる、うまい。よし、ここは行きたいな。阿部ひとったっけ、取ってないな。はい、ここ行きます。監督評価あと3ヶ月か。いけるか。これでピンクゲージにはいけるから多分大丈夫。さあ来たね、これも成功してほしい今回はね。お、成功したね。いやー、ちょっとついてるぞ今日。今日ついてる。で、こういうのもデートですね。これさ、デート、今思ったんですけど、デートじゃなくて、これ使って、やる気に下がるやろ。どっかゼフ長2人とかおらへんかな。おらへんか。じゃあ仕方ない、デート行こう。3回目。いやー、ちょっとついてるね、このサクセス。いやー、これは SS3 目指したい。欲を言うならば、7回目頑張っていって、あー、そうやな。カジマのバカ力は取りたいけどな。いやー、どうしようかな。監督いきます。飲まれるな、飲まれるな、これ飲まれるな。全然くれへん、飲まれるな、全然くれへん。はい、このまま行こう。合格打法いるもんな。盗塁丸チャンス。
チャンスね、20丸取れたら後で取ります。戦い、スイープ取ります。オッケー、これで敏捷ポイントあんまり気にしなくて大丈夫かな。オッケー、ネギちゃんもう一回パワーヒー、あ、いいよいいよ、もういいよ、君はもう全然オッケー。あ、俺不眠症かかったよね、直せるチャンスちゃうかこれ、ちょっと直すか。73% か、全然上がらへんな、ほんまに。薬局じゃやっぱ難しい。さあ、これはもう調子安定、まあ投手ほど査定は高くないんですけど、調子安定取ります。うん、彼女評価大丈夫。これはね、これ全員普通にしたやろ、さっきパルスで。で、さらにここでダメでもともと使って、ゼフト3人ということでここ行きましょう。はい、監督評価これで OK ですね。まあここで怪我されてるけど、マックスになったらみんな戻ってくるんで、怪我から復帰して。さあ、経験点は本当に稼げてないんですけど、こっからっすよ本当に。サクセスはこっから。いるいる。さあ、ダック輝け、ドンドン。ここやな。これはちょっと待てよ、どうしよう。これね、これあるやん、これ精神ポイントに使うか、7回目の逆境いけそうやったら体力減らしてでも50ポイント上げようかなと思ったんですけど、今これいきます、もうこれいきます。7回目、無理やな。ちょっとせっかく逆境ゲージじゃなくて、あれか、逆境のコツもあったけど、ここ行きます。はい、よし、これで精神ポイントもいけそうかな。うん、金徳1個はもう仕方ないと思って。俺ミート開けたっけ、ミート重視、よし、もう一回タック、どこだ、いけるぞこれ、チャンス、ドンドン。どうしよう、敏捷かな。 60% アップのやつも来てないんだ。ちょっとこれも取っときます。うん、いい感じやな、精神ポイントかな、本当に。あと、なるほど、よかった、勝て。これで敵を飲んでも飲まれるのは一応1個もらいました。いや、これがね3枚ぐらい来たら、多分前回の千丸 SS 達成した時のね、あの SS を作った時、あれ多分結構来たと思うよね。あ、そうか、サポジキャッチャーつけよう、後で。パワヒ、パワヒも取ります。OK かな、これで。打球伸びか。いや、でも欲しい得のは結構もらってるよ。あと広角打法かな。よし、なんか使おうか。これでやる気を普通にしといて、はい、デート4回目いきます。いやー、立ち回りはね、いい感じでやってると思うんですよ、これ。言霊っすね。言霊。お、ダブルタック。これはね、これいくよ。
これでマックスにしといて、ダブルタックいけるね。5回目。いや、あと1回か、やっぱり。で、シドネミ、降格ください。やっぱね、ヤギウチも可愛いけど、やっぱ君が一番可愛いから。君が一番可愛いから、ここで降格くれ。ちょっと、お前可愛くないわ。すごい良すぎやろ。打撃。あ、こっちの方がいいな。こっちの方がいいね。なんかかかったな、俺。あ、爆弾か。ちょっとパルスで、ちょっとほんま、ね、万が一のこと考えたら、ここで、パルス使おう。よし。アビヒが欲しい。アビヒやっぱ5にしときたい。あー、いいね、ソリコス。ありがとう。ダブルタック。ここで、技術ポイント稼ぐチャンスやな。やる気プラス1よかったかな。あー、いいね。打球伸び欲しいな、コツさんは。これ技術ポイント多分ちょっとまた余るんで。うん、オッケー。めっちゃくれるやん、コツ。おっと、ダブルタック。プラス2ね。プラス2。どっかあったな。これか。被害率何パーや？ 0。あー、でもこれ広角直撮りできるな。さよならとこはね、ちょっと後でまた考えて撮りたいですね。で、リベンジやな。だから精神ポイントっすね。うん、広角直撮りできる。これ対左も撮れるな。うわー、いいね。ちょっとこれ通ります。で、デートあと1回やったね。なんで評価大丈夫、いいんじゃないこれ。対左で、そうっすね、これ。あ、オッケー、このまま行こう。いや、この精神タックは大きいで。よし、阿部彦都合。いや、これはいい。本的いいな。いや、せっかく野球ね、解放できたから使いたかったんですよ、ほんとに。さあ、101 OK。で、広角。まあ、後ででいいか。ローブリッター、俺、コツ持ってないな。取りたいな。インコース。ハイボールヒッター取りたい。あ、ただ、ハイボールヒッター、ローブリッターね。オッケーオッケー。俺、何言ってたの、今。これいけるんじゃない？いけるんじゃないって。これ SS3 以上いけるんじゃない？お待たせいたしました。ここで101全部やってるやろ。で、あとはデート終わらせて、まあ、精神ポイントちょっと稼いで、いろんなね、査定高い得の取っていける。下手しい SS4 も夢じゃない。ちょっと遅い球。じゃあ収集しよう。じゃあ金徳ラッキーボーイも取ってないからね。やっぱ精神ポイント使うから精神タックやな。まあ、打撃タックで技術ポイントカウントしてでも精神ポイント稼ぐっていう形でやっていこう。よし、何キロこれ。128か。でゼフ長か。だからか。あとは試合で負けないことですね。負けないこと、逃げ出さないこと。はい、こっからちょっと歌詞わからん。いや、めっちゃタックル。プラス見上がるやつあったっけな。あるな。あるな。これいくか、やっぱ。あ、でも意味ない、意味ない。一人だと意味ない。危ない、危ねえ。危ねえ。騙されとかった。
むね。リベンジ、あーリベンジどこだ。あー精神分に足りんのか。超ラッキーボーイ。不調以下っておる一人だけか。よし出てこ、出てラスト。俺今日の口癖よーしやな。よーしたもん10回ぐらい言ってる。かなりそれはでかい。それはアツシム。うん、ちょっとこういうのでね、経験点稼ぎつつ、ここくれへんかな。総理骨、俺守備職人取ったね。アビヒ取った。打球伸びか。20万円前潰す。走塁は2分の1にかけるか。やって、俺ゲーツ、俺青春も足りへんから。あ、いける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 。広角、はい、広角掴んでくれ。ナイス、もうこれで取ろう。いや、使用骨をちゃんと抑えれたっていうのも今回は大きいな。いやー精神ボイン使わへんからね、広角。いや、なんか俺肩 B とか上げたいな、せっかくなんで。いや、ちょっと後で言います、それは後でにしよう。畳打ち、あとは一級入魂で精神ポイント使う、万能とか使うで、逆襲で使うから大丈夫かな。大丈夫ですね、このままで。 OK、 行きましょう。お待たせ、よし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 、ナイス。リードで迎える1回です。バッターは宮部。投げた、打ちました、痛烈、いった、入った入った。全力学園リードで迎える3回です。先ほどホームランを放った。これ怪しいな、投げた、大丈夫か。これはいい当たりだ、いった、いった、場外ホーム。全力学園追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で宮部、今日2打点を挙げています。投げた、打った、これは強烈、右中間、いった。この子はやっぱね、ドロップカーブとフォークやったかな。かストレート狙いでやってますね。打ちました、痛烈、いった。まあ逆境ナインガチャとかもね、最初配信サイトで来たじゃないですか。で、逆境ナインキャラクターはね、あんま強くなくて、まあ強いっちゃ強いけど、そんなここでデッキ組んで大したね恩恵がもらえないんで、キャラクターはね良くないけど、やっぱ高校自体が強いですね。プラス2ってないな、もう使ったな俺。あ、いける、いけるぞこれ。よし、で何回目か、 6回目かな。まぶしい、6回目か。やっぱきついな、7回目。この精神ポイントは大きい。お、総理骨、これで5ですね。いや、めっちゃ骨もらったよ、今日。なんか骨とタックが同じとこに寄ってくれて、助かったわ。キャッチャー丸取れます。はい、キャッチャー丸。ちょっと俺忘れとったんやけど。一球二コン。あ、初球だけ。で、さよなら男。リベンジ。あ、これでももうやっぱ精神ポイントが足りない。総理骨、よし、筋力、おっしゃ、加藤。うん、ちょっとこれ使っとこう。 OK、 行きましょう。急
勝つぞ、絶対勝とう。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、いやもうこういうスプリットには騙さねえ、騙さねえぞ。第2球投げました。よし、全力学園攻撃に入った。金徳はね、多分 2,3 個取ったんかな今回。投げました、打った、これは強烈、宇宙間一投、 2,3 個は取っちゃったけど、とりあえず全部取ったらね、ほんとここで接戦になってまうからな。ノーアウトランナー一塁、打ちました、痛烈、左中入った、入った。全力学園リードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で宮部、今日5打点を挙げています。投球これから2球目、これは見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。めっちゃ収集してるよ今。よし、さあ次ブンブン来るなよ。工藤がね、工藤がねか北斗がおる高校。危ない、ほんとね、全打席ホームラン打っとかないと負けちゃうからね。川狩り、いや川狩りってね、ローボールヒッターもらいたい。これプラス1、流し打ちは潰す、これ精神ポイントそんな使わへんやろ。使うんか、でもちょっと待って、これ取ったらどうなる、大丈夫か、取れるな。あ、オッケーオッケー、じゃあ流し打ち僕これ直撮りします。うん、でここでよし、ローボリットお願いします。ナイス、エピローグがもらえんかったもんね。でブンブン来た、ブンブンブブブン来たぞ。パパエース、これはおもろい、これはいい癖できてる。登りと届く、戻ってます。だ金徳1、2、3、4、5、6、7で、最後エピローグで規約ヘッドで8ですね。これはいいんじゃないほんまに。 SS3 か43はいった、3はいったと思う。いやまだほんま分からないですけど、ここで負けたらほんま分かんない。先頭バッターは宮部、投げました、モード、あーコバホークめっちゃキレある。第2球投げました、いやそれストレートきて、第3球スライダー狙い、投げました、いやこれ切る、よし、今よう見た、もうああいう遅い球はね、ブンブン遅いからね、スピードは、球は。最後まで、やばい、これはやばい。4回の裏、全力学園攻撃に入ります。この回の先頭バッターは宮部、投げた、あかんかん、振ったかん、もうフォーク振ったかん、絶対、あー手汗やばい。第2球投げた、打った、強い当たり、いける、伸びた、よし、ちょっと待って、手汗拭く、手汗拭く、手汗がやばい。ここを打ったら負けるね。全力学園追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁。あかん、ちょっとあかん、全部絶対あかん。2塁フォースアウト、アウト、やばい。チャンス。神様、コナミ様、ソネ、視聴者様、全力学園ここはなんとお願いします。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で。あかん、ほんまシュート、これそれ狙いや、それ狙い。叩き出しています。投げた。あかん、追い込まれた。集中して。第3球を。やめろ、やめろ。危ない球。キバキバすぎる。第4球はちょっとあかん、俺やったやらかした、これの変化球にやられました、やらかした。全力初球のシュートやったな。いやまあもうこれは終わったことはしゃあない、もう俺の下手くそや、俺が下手くそやから。まあただね、千丸ハマってくれて、エピローグもこれね評価も上がりきって、うわ俺2回三振したもんね、ゲッツーでゲッツー三振恥ずかしい。だから、まあ、経験点上はなんか700ポイントぐらいは損した感じだけど、もうこれでも1万点超えましたね。はい、ということで最後ノルカップやっていこう。これでこんな経験点余ってるって強いな、このねこの方向一気にコン100エッド、今日のファン類男定休日だ、逆襲
本塁生還を取っときたい。一番やり冷静は取ろうかな。金土8ですね。弾道4にしときたい感はあるんやけどね、使っちゃって結局、いやーこれバントバントバント取ってないよな。バントやって逆境取るんやったら絶冷静のがいいな。いやーちょっと余っちゃったけど、これいやー無理やな。これ絶対こうの方がいいな。ちょっと冷静一回取るんやめて、いろんなコツ取った方がいいかな。高速チャージ逆境、いやー難しい。これちょっと難しいですね。やっぱり、冷静取ります。ゲッツー崩し。うん、オッケー。ちょっと300ポイントぐらい余っちゃったんですけど、これでいきます。金徳、カジマのバカ力以外は全部成功してくれましたね、本当に。千丸引いて。まあちょっと決勝まで行けなくてね、ほんの僕の不甲斐なさのバッティングで。はい、これでいきます。これで SS 何本いくか。これで SS3。で、決勝まで行ったと SS4 でしたね。いや、惜しかったな。惜しかった。まあとりあえず1日目、天丸引けて、ほんとよかったです。はい。うわぁ、ちょっと悔しい。これ残り1メモリやろ。めっちゃ悔しい。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。